はい、どうもバモログフィールドチャンネルのバモでございます。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はですね、いつもメンバーシップで、放送している容赦ない話シリーズ一般公開版ということで、お伝えしたいと思います。私はほら、ご存知の通りバモログフィールドチャンネルはキャンピングトレーラーで旅をするということをメインにいろんな、お話アウトドアとか自然に交えたお話をしておりましてですね、メンバーシップではここだけあんまりこう、まあ表で言っても受けないよねって、まあ全体的に受けてないんですけど、まあそれは置いといて、あんまりね表で言っても受けないよねって話を挙げておりますが、今日はね、キャンピングカーの価格と、自動車の価格と乗用車の価格ということでお話をしたいなというふうに思います。まあお話ししながらですね、自分の考えをまとめたいなと思いますので、話があっちこっち行きますが、ご興味のある方最後までお付き合いいただきたいと思います。はい。で、今ねキャンピングカー屋さんの前を通ったんですよ。でそうしたら、キャブ君がですね1500万から1700万というね新車価格がついてました。でそこのキャンピングカー屋さんっていうのは、よくね通る道なんですね。でずっと新車なんだけど在庫してて売れてないんです。まあねそりゃそうだよね。キャンピングカーってさ、我々キャンピングカー好きにとってみたらかっこよく見えるかもしれないけど、例えば全然車に興味ない、まあ男女ってこともないんだけど女性の方が見たらね、トラックと変わりないかもしれないです。黒猫のトラックと変わりないかもしれないです。でそう考えていくとですね、1700万の価値っていうのはあるのかというふうにですね、よくね思ってしまうことがあるんですよね。でそのモヤモヤから私はなんかこう日本車のキャンピングカーをどうしてもちょっとこういいなって、すごいいいなって、ああいうキャブコンあったら日本中ね、ボディがそんなに大きくなくてなんとか一般の駐車場にも止められて、なんかああいうキャンピングカーあったらまた車中泊の旅がね、バモスで苦労して、妻と行ってた車中泊の旅、7年で23万キロ走ったあの車中泊の旅がすごい豊かにできるんだろうな、いいなって思うんですけど、でもねバモスでもできたんですよそれね。当時バモスは200万しませんでしたね。新車で四駆のバモス一番いいのかって200万します。まあ、今の軽は250万とかしますけれども、まあ、今のキャンピングカーは1700万と。で当時キャブコンは最高級のでも800万ぐらいだったかな、と思うんですね。まあどちらにしろ価格差は、ね、かなりあると。で意外に軽自動車のバンってねタイヤハウスがないんで、ベッド作ろうと思ったら広いんですよ。デリカとかいいんだけどタイヤハウスでかかったりとか、意外にね横幅取れなかったりとかしてですね、工夫が必要なんですけど、軽自動車のバンはねもうそのまま平らになっちゃって、ね、そこにちょっと厚い布団敷けば、エアベッド敷けばもう凹凸も感じないみたいな感じでできるんですごくいいんですね。そこ対キャブコン、これは比べるもんではないことは重々承知なんですけど、でもね機能としてはどうしても比べちゃうんですよ。で日本って道の駅があったり、RV パークもそうだけど、まあサービスエリアもそうだけど充実してますよねすごくね、そこでやっぱり仮眠させていただくっていうことは往々にしてあると、どうしたってね車で旅をしようと思ったら眠くなるんで寝ますよね。2時間3時間椅子で寝る、3時間4時間ベッドにして寝る、そのくらいの差だと思うんですよ車中泊って、でじゃあキャブコンを買ってね、1700万買って、まあすごい豊かな旅ができると思う。でも私すごい車好きなんですね。1700万だったら何買えんかなって思っちゃうんですよね、もしかしてアウディの、S6 買えちゃうかなとか、なんかこう中古でG63 の AMG いけちゃうとかランクルだったらあれレクサス新車で買えちゃう、まあ納期はあるけどとか思っちゃうと、そのやっぱり車なんでね、あくまでその金額って本当に妥当なのかっていうふうに思っちゃうんですよ。でその金額設定っていうのはもちろん働いてる方の給料、材料費、
そういったことが含まれている上での金額設定なんで、あくまで原価でね考えるものではないということは重々承知なんですけれども、どうしてもこう日本って大量生産には至らないじゃないですか。文化としてやっぱりキャンピングカーで大量生産に至らないですよね。でヨーロッパ、例えば私持ってるエメロード390とかってヨーロッパのキャンピングトレーラーとか、あとヨーロッパのキャンピングカーとかっていうのは最近ね、なんかちょっと安く感じるのはキャブコンとかバンコンの値段が上がってるせいだと思って、そことの対比を考えても本当によーく買うとき考えた方がいいなと思うんです。もちろん安心だし安全なのかなって、日本のキャンピングカーの方が安心だし安全なんだろうなってなんとなく考えて思うかもしれないけど、でも何回か倒れてません？キャブコン。まああれはタイヤの空気圧が悪いとかね、急ハンドル切っちゃったとかそういうことあるんだけど、なんかアメリカンのねクラス C が倒れたって聞いたことないし、私あれなんだっけ、プレジャーウェイ、ダッチバンベースのプレジャーウェイ乗ってたんだけど、もうあれなんかすごいよ、安定性がすごい。もう風が吹いたって別に関係ないと。重さも3トンぐらいあったけど、エンジンが5200で、すごいパワーで走りましたよ。でね、そもそもですよ、例えば1700万の、じゃあまあ、もうちょっと高いかもしれないけどさ、G63? まあいいや。なんか買ったとするんじゃないですか。2000万ぐらいの車を買ったとすると、乗用車を。で、その時にさ、その車ってさ、普段乗れるじゃん。だけど、キャブコンね、普段乗るのきついっすよ、やっぱり。駐車場高さ、かなり高くないと入れないし、幅でかい。長さでかい。まあ、ね、レクサスの、LS とか買ってもでかいんだけど、だけど、快適に乗れる。で、例えばご飯食べるときはいいんだけど、移動するとき、ね、L 字型のファミレスみたいなソファーで移動するわけじゃないですか。でね、やっぱどうしてもさ、やっぱシートベルトしなきゃいけないのは分かってても、ね、リビングみたいなところで移動してると思うと、まあしない人も出てきちゃう。で、なんか、この間お子さんだけ亡くなったんでしたっけ、そういった事故も起きちゃって、なんかねちょっと考えた方がいいかなって思うんですよ。そのちっちゃな事故だし、1個2個の事故拾ってね、なんかいろいろやってたら商売上がったりだよって、もちろんビルダーの方は思うかもしれないし、私は今キャブコンが欲しいと本当は思ってる。だけどやっぱ子供と出かける時に考えた時にキャンピングトレーラーっていうスタイルに私はなったんですね。なんでかっていうと、やっぱり移動が安全、キャンピングトレーラーって。もちろん、か弱いね、キャンピングトレーラーで、キャンピングカー、ヘッド車で引っ張るとダメですよ。か弱いヘッド車じゃん。うん、だけど、まあ、デリカ、最低限デリカぐらいな、やつで引っ張ってさ、荷物の荷重バランスを考えたら、やっぱこう、移動空間は乗用車でこの椅子なわけですよ。ね、チャイルドシートとかもついててさ、ここにちゃんと座って移動できる。これすごい安全だと思うし、で行った先でデポしてね、で乗用車だけでこう観光ができると。でこれはやっぱりちょっとこうこれ以上のことはないかなというふうに思うんですよね。なのでまあキャンピングトレーラー講義みたいにもなってきましたけれども、それプラスその価格差、やっぱ品質としてはさ、レクサス LS の方がいいわけじゃないですか。乗り心地もいいわけじゃないですか。同じ1700万払うんでもね。もう本当にキャンピングカー買いますか？まあめちゃくちゃ金があればいいわけ。だけど、めちゃくちゃ金がある人キャンピングカー買わない。いい宿泊まる。グリーン車で移動して、ね、タクシー乗ったりして、いい宿泊まって観光するんですよ。めっちゃめんどくせえんで、キャンピングカーの旅って。キャンプより楽、テント立てなくていい。確かにそう。それだけですよ、全部違う。なんかそういう風に考えていくと、いや、どうもなんかバンコンの値段、キャブコンの値段がどうなのかな。もちろん高級なのがあってもいい。だけど、なんか、もっともっとこう、ね、結局は庶民の方、我々のような庶民が買う
憧れて買う、ああなんかああいうのもいいよなって買う。だからなんかこれからのキャンピングカー文化をこうなんか残していくためにも、今キャンプブームがこう終焉してきているからこそちょっと危機感を感じるんで、こういった話を一般公開しようかなと思ったんですけど、なんかこういろいろなコストが上がってきて作るの大変だっていうのはわかるんだけど、単純に一ユーザーからしてみたら、なんかどんどん買えなくなってるねと、っていうか買わなくていいかもねっていう風になってきちゃってる。で、ヨーロッパのキャンピングカーとか海外のキャンピングカーとかが光って見えると。まあそれもなんかね、あの円ドルの関係で高くなってきちゃったりはしてるんだけど、それにしてもなんかこうこれでこれかとかで、最近ねキャンピングカーとはいえトイレはなくなってるとか、あのコンロはカセットコンロですとか、なんかこう車中泊、豪華車中泊車になってきちゃってる。そうするとね、イレクターパイプで IS で作ったのと何が違うんだみたいな、豪華じゃないけど平らで寝れるよね、使ってみたら何が違う、だって使ったら思うんですよ、あのね、豪華さとかじゃなくてね、寝やすさなんですよ車中泊は、キャンピングカーでも、はい、だからあの人数分の常設ベッドがあるキャンピングカーを買いましょうっていうのを、メンバーシップじゃなんだっけ、あの特別講義動画じゃなんだっけ、あれでやってんですよキャンピングトレーラー講義で何回も言ってるんですけど、まあそういったこともあって、あの本当にこういいんですよ、あのみんな納得して買うんでしょうからかいいんだけど、あの家と同じでね、1軒目建てた家だと納得的に、家は3軒建てないといいものができないみたいなことを言いますけど、なんかそんな感じでね、キャンピングカーもちょっと考えたり、本当にその旅のスタイルどうなのかって考えないともったいないですけどね、そのお金であのいい宿には泊まれるわけで、なんかそういうことを考えるとですね、まあ車ね、いろんなローンがあって、あんまりお金払ってないような感覚で買えるからそこもいいんですけど、やっぱ本質的にこうそのものの価値っていうのを見極める目っていうのは、あの我々ユーザーの方で持ってなきゃいけないなっていうのはなんかすごく思う、そのキャンピングカーの価格を見てですね、思うなというふうに思うんです。まあだからといってね、レクサスの LS が適正価格かとかっていうのもね、わかりませんけど、私はまあ安いんじゃないかなと。で最近外車もなんか意外に安く買えたりとかして、質が良かったりしてね、いろんな構成のある車が買える中で、キャンピングカーっていう選択肢はどうなのかというふうに、やっぱり車として考えるべきだしね、テントや家ではない。ということで、なんかそういった目で私は見てますというお話、これはあくまで私の意見なんで、皆さんなんか意見があったら、教えてください。勉強させていただきます。それではまた、バモロクフィールドチャンネルでした。こんな話してますんで、メンバーシップの方もね、ぜひね覗いてみて、1ヶ月入ってつまんなかったらやめるっていうのがね、お買い得かなというふうに思います。もし応援してくださる場合はそのまま入っていただいて、一緒にいろいろ考えていきましょう。ではまた。